私の名前は美穂子、60歳です。現在私は外国で介護の仕事をしています。数年前に夫と熟年離婚をしたのを機に、こちらで改めて資格を取りました。この仕事を選んだのには理由があります。親の介護を思うようにできなかったからです。それは別れた夫が原因でした。夫は貿易関連の仕事をしていて、結婚して間もなく外国に転勤となりました。初めての子供を身ごもっていたこともあり、私を心配して母親が夫に単身で行ってくれないかと頼みました。言葉も通じない、知り合いもいない、生活スタイルも全く違う、そんな初めての外国暮らし、そんな場所で出産なんて、私自身もすごく心細かったので、てっきり夫も了解してくれる、そう思っていたんですが、夫は頑として承知しませんでした。赴任先ではパートナー同伴でなければ仕事に影響が出るというのが夫の理由でした。結局私は日本に一人残していく母に未練を感じながらも、夫についていくことにしたのです。向こうでの生活は慣れるまで相当の時間を要しました。やがて子供が生まれると、その育児の仕方から公共のサービスまで、その土地の習わしやルールなど、あまりに日本と違って、私は母のことを気になりつつも、毎日の忙しさに追われて月日があっという間に経ってしまいました。帰りたくてもおいそれと帰れる距離ではありません。これも向こうの習わしなのか、単に夫のやり方なのか、家の経済は細部に至るまで全て夫が握っていました。高級な家に住み、中級以上の生活を営み、月に何度かはお客様を招いて自宅パーティーを開いて、贅沢な暮らしをさせてはくれましたが、私には自由になる自分のお金が全くありませんでした。必要なものがあったら夫に言わなければなりません。私は母に孫の顔を見せたくて、里帰りをしたいと何度も夫に頼みましたが、長旅で子供に万が一のことがあったらどうするんだと難癖をつける夫に諦めざるを得ませんでした。確かに一人娘は体が弱かったんです。当然ながら病弱な娘を置いて、私だけ里帰りも許されませんでした。そうやって里帰りを引き延ばされているうちに、母は病気で倒れてしまったのです。夫は家政婦兼付き添いを母につけました。そして設備の整った大病院に移したのです。夫の母への思いやりには感謝しましたが、夫の行為はただの親切だけでないことは分かっていました。泣いて帰国をせがむ私が帰らなくてもいいようにしただけです。母が倒れた時は赴任先で支店がオープンしたばかりでした。私は取引先の奥様方に人気があり、仕事をスムーズに進めるために私が必要だったのです。奥様方の多くは日本美意で、茶道や着物がブームでした。私は少したしなむ程度でしたが、それだけでも十分に奥様方は満足されました。母は高名な先生の手で手術を受け、危ない一線は越えましたが、寝たきりの生活を余儀なくされました。私は母のことが常に頭をよぎりましたが、送られてくるビデオレターの中で元気そうに笑っている、そんな母に安心してこちらでの務めを果たしていました。一年近く夫を助けて、新しい視点も軌道に乗り、忙しい毎日も少し和らいできた頃、母の容態は再び悪化しました。予断を許さぬ状況に、さすがに急いで帰国の手配をしてくれた夫を残し、娘と二人、日本に帰った私は、しかし母の最期を看取ることも叶いませんでした。孫の顔を見せることもできませんでした。夫からは悔やみの言葉とともに、仕事で離れることができないので葬儀には参列できない、その代わり最高の葬儀でお見送りするからと連絡がありました。夫の言う通り、葬儀は壮大なものでした。でも参列者は親類縁者を合わせてもわずか数十名にも満たない中、その豪華さはかえって寒々したものを感じました。長く滞在して疲れを癒せばいいと最高のホテルを予約し、至れり尽くせりの夫でしたが、母の最後に立ち会えなかった無念さは私の中で大きなしこりとなって残ってしまいました。
そしてその後、さらに私と夫との間で決定的な亀裂が生じたのです。娘の学校のこともあり、ホテルはキャンセルして、私は予定よりもかなり早く帰ることにしました。実際私には日本でほとんどやることはありませんでした。葬儀やらその他の処理はすべて夫が立てた代理人がやってくれました。遊びに来たのではないし、長くいても気持ちが癒されるものでもなく、一日も早く日常の生活に戻りたかったのです。しかし、早く戻ったことで、私は夫の裏切りをこの目で目撃してしまいました。玄関の扉は閉まっていました。着いたのは午後とはいえ、まだ明るい時間でしたので、当然夫は仕事に行ってると思っていました。しかし、玄関に足を踏み入れて、すぐに異変を感じました。女性のハイヒールが無造作に脱ぎ捨てられてあったからです。夫が女を連れ込んでいる。私は不思議なぐらい冷めた気持ちで部屋に入ってきました。バスは明かりがついたまま、中を覗くと今しがた使用したのか、どんな風にしたらこんな状態になるのかというぐらい、そこら中一面がびしょびしょでした。2階からそれとわかる男女の声が聞こえてきました。娘が一緒でなくてよかった。とても聞かせられません。娘は戻る途中、友人の家に寄り、私はそのまま先に帰ってきたのです。夫婦の寝室に夫は引き入れて楽しんでいました。相手は声ですぐにわかりました。事務所で働く古くからいる未亡人です。ベッドの上で熱中する二人は私の存在にも気づかないようでした。夫は人前では愛妻家で最高の優しい夫を常に演じて誰もが羨むパートナーを装っていましたが、私たちの夫婦関係はかなり前から破綻していました。それは私を仕事で利用し、里帰りさえも許さない、そんな横暴な夫に心も体も閉ざしてしまった私の問題でもありました。もう何年も仮面夫婦でしたが、なんとか離婚せずに来たのは、私はこの国で生まれた娘のためでした。私は離婚したら日本に帰るだけですが、この国で育った娘にとってはここがふるさとです。友人も希望もこの国にあるのです。親の都合で日本に連れて行くことはできませんでした。そして離婚は夫にとっても不利益そのものでした。今まで築いた信頼が崩れますから。でも、もう限界でした。里帰りも親の介護もできないまま失って、その大切な親のものさなか、ここまでハレンチな行為で裏切っている夫が心底許せませんでした。私は弁護士を立てて相当な慰謝料を請求し、夫と離婚しました。私が夜を拒絶したからだと夫は反論しましたが、却下されました。かなり前から夫はいろんな女性と浮気を繰り返していたことが分かったのです。驚いたことに隠し子まで発覚しました。その相手からも夫はすでに訴えられていたのです。慰謝料で私は介護の会社を起こしました。当時この国では公共的な制度としての介護はなかったのです。そのため不自由な思いをされている高齢者がたくさんいました。私は優秀な人材を集め、きめ細かい温かいサービスを展開していきました。常に気持ちの中には母への思いがありました。いてあげたい時にそばにいられなかった、その無念さをこの仕事に打ち込むことで少しでも晴らそうとしたのかもしれません。授業はとても順調に来ました。大学院を卒業した娘は今は研究者として逆に日本で一人で元気に暮らしています。私は今還暦を迎え、一人の男性とお付き合いを始めたところです。その方の父親は私の施設の利用者でした。私の施設のおかげで親も自分もとても助かったと何度も言ってくれました。高齢者の親の世話をしている息子や娘の立場は様々です。介護の環境が足りなくて仕事を辞めたり結婚を諦めたりと結構なストレスを抱えて追い詰められている方も多くいたからです。彼は奥さんと介護が原因で離婚したと話してくれました。私は自分の体験を話し、少しでもお父さんに元気で長生きしてほしいと言ったら、彼は涙ぐんでいました。
毎週のように見舞いに訪れる彼はとても明るくて、自分の親だけではなく他の利用者さんに対しても親切でした。いつだったか彼に頼まれて中庭で演奏会を開いたこともありました。楽器を奏でる彼に私はいつしか淡い恋心を抱いてしまったのです。そしてそれは嬉しいことに彼も同じだったのです。今後どのような形になるかわかりませんが、末永く付き合っていきたいと願っています。ご視聴いただきありがとうございました。親の介護は私も経験がありますが、朝に晩に一言では言えない苦しいものがありました。そうは言っても美穂子さんのようにそばにいられず悔いが残ってしまうのもまた辛いものですね。皆さんは介護に関する経験などぜひコメントでお聞かせください。まだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。お前は俺の所有物だ。夫から愛されない日々を送っていた私はいつしか感情を失っていました。しかし救いの神は突然現れるのです。私は牧子、65歳です。会社経営者の夫と2人で暮らしています。子供は2人、長女は遠方に嫁いでいき、相手のご両親と一緒に暮らしています。長男はまだ独身ですが、絵を生業として外国で暮らしています。夫の事業規模は結婚当初は小さくて、私も夫と一緒に二人三脚でやってきました。少しずつ従業員が増えていき、年々の売上も順調に伸びるに従って私の仕事はなくなっていきました。社屋も古い貸ビルの一部屋から鉄骨の立派なものに建て替えられましたが、私がそこに足を運ぶことはありません。還暦祝いの同窓会で久しぶりに郷里の友人たちに会いましたが、私が都内一等地に自宅を構えていることもあり、みんなが口を揃えて私が羨ましいと言いました。確かに私はお金には困りません。みんなみたいに生活のために老後のために働かなくてもいいんです。社長夫人として優雅に暮らせるのですから。私は笑顔で聞いていました。この年齢だからこその妬みや嫌みが含まれていますが、仕方のないことだと思いました。私自身が経済的に不安なく暮らせるありがたみを日々実感しているのですから。でもそれが幸せなのかと聞かれたら、私は迷わず違うと答えます。その理由を知っても、友人たちは私のことを恵まれて羨ましいと思うでしょうか。いつからか夫には常に女性の影がちらつくようになりました。それは浮気というよりも夫の中ではその存在を当たり前のように捉えているようでした。私は小心者です。夫が堂々と愛人に会いに行くのを知りながら、それを問い詰めることもできませんでした。お前は本妻として何にもしなくったって贅沢に暮らせるんだ、全くいい身分だな、これが夫の口癖でした。本妻ということで愛人との差をつけているのです。もちろん私の立場をおもんばかってではありません。私が夫の言葉で傷つき、悲しそうな顔をするのを上から目線で蔑むように見ているのです。一体なぜ夫は変わってしまったのか。それはお金に余裕が出てきたからです。遊びを覚えて同時に周りの人たちにチヤホヤされるようになってから、人が変わったように横柄になっていきました。私に対してはただ妻の立場にあぐらをかいてる女として振る舞いました。夫からの冷たい言葉も毎日耳にしていると麻痺して慣れてきました。世間一般の幸せな夫婦生活なんて望む前、今の時代こうして裕福に何もせずに食べていけるのだから、このまま波風立てずに静かに暮らしていこう、私はいつしかそう考えるようになったのです。そんなある朝のこと、いつものように夫から文句を言われて気が沈んでいました。味噌汁が濃いと始まり、ワイシャツがくすんでいる、どこか虫の居所でも悪かったのか、一旦文句が出始めるといつになく延々と続きました。
私は何度も謝りながら、夫の怒りがやがて収まるまで我慢するしかありません。言い訳など一切通用しませんから、やっと機嫌を直した夫を玄関まで見送り、気持ちを切り替えて掃除をしようと思いましたが、心だけでなく体まで重くなっていました。外を見ると天気も良く、庭の手入れをするために外に出ました。この家では唯一の慰めは庭の花たちでした。夫と二人で貧しい貧乏生活の中、花が好きな私のために夫が誕生日に買ってきてくれた苗を何年も大切に育てて咲かせた花たち。この花たちを見ると幸せだった頃の思い出と今の現実とが交錯してしまいます。庭先で花に水やりをしていると、若い男性ランナーの方が声をかけてきました。自慢の花たちを褒めてもらえて、私は嬉しくなり、つい彼を話に付き合わせてしまいました。奥様もお花が好きだという彼は、別れ際に嫌な顔もせず、さらに素晴らしいお話をありがとうございました、なんていうものですから、こちらも舞い上がっちゃいます。ちょうど満開に咲いていたお花を何本か切って、奥様に、と彼に渡しました。ここまで育てるのに大変だったと思います、と恐縮し、申し訳なさそうな顔をしながらも、でも喜んで受け取ってくれました。私はその日とても幸せな気持ちになりました。帰ってきた夫は相変わらず私を邪険に扱いましたが、少し気分が紛れたのです。その日からまたお話ししたいなと少し期待して庭に出るようになりました。そしてそんな中、また彼がやってきたのです。色とりどりの花の苗を手にして、いつの間にか私は彼と話すことが日々の生きがいになっていました。一人でも平気だと思っていましたが、こんな風に誰かとおしゃべりすることをどこかで求めていたのでしょうか。そして新たな事実が発覚したのです。なんと彼の奥様は花屋を経営していたのです。私はそんなことも知らずに庭に咲いた花をプレゼントしてしまったと恥ずかしくなりました。でも彼の奥様はとても喜んでくれたそうです。色とりどりの苗は私のことを聞いた奥様が私のイメージに合った花を選んでくれたと言います。どうしてそこまで彼は良くしてくれるんだろうか。こんな冴えないおばさんに思い切って聞いてみると、彼は少し言葉を詰まらせながら私が田舎の母に似ていて、だけどとても暗い顔をされていたので、と私を元気づけるために気がついたら声をかけていた、そう打ち明けてくれました。そして驚いたことに、なんと彼は私が一人暮らしで、しかも家族に先立たれたばかりだと勘違いをしていたのです。私がとても悲しそうで心配でたまらなかったと言います。私は一体どんな表情をしていたのかと思ったら、逆におかしくておかしくて久しぶりにお腹を抱えて笑いました。そして思ったのです。見ず知らずの人にそんな風に見られていた私、これからも今の生活のまま、心機臭く生きていくのかって。私は本来お花が好きで人が好きで笑顔が絶えない女でした。あの同窓会でも言われたんです。マキコは明るいから幸せをつかんだのねって。それは妬みでも嫉妬でもなく、私のことをよく知る友人たちが本心から言ってくれた言葉だったのです。そうです、すっかり忘れていました。私の人生を夫に支配される筋合いはありません。ランナーの彼のおかげで何もかも吹っ切れて、その日以降前向きに過ごすようになりました。彼は奥様と可愛い娘さんを紹介してくれて、私は手料理を振る舞ってもてなすなど、退屈だった日々に彩りが加わり、充実感でいっぱいになりました。突然雰囲気が変わった私を夫は怪訝そうに見ていましたが、不思議といつもの文句も出ないようです。もし言われたとしたら、今の私はきちんと言い返すでしょう。夫の顔色も全然気にならなくなりました。今のところ離婚する予定はないけれど、夫の出方次第ではもう我慢せずに、いつだってこの家を出ていく覚悟はできています。私の決断を子供たちに話したら、驚いたことに二人とも応援してくれました。娘は離婚するなら有利なようにと、密かに準備をしてくれています。息子は私と一緒に暮らすことを楽しみにしていると言ってくれています。そう、外国暮らしもいいかもしれません。日本にはない可愛いお花たちともたくさん会えるでしょう。
おとなしい私とはきれいさっぱりおさらばしました。生まれ変わった私の新たな一面を知ったら、夫はさぞ驚くことでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。人との出会いは時に思いがけない刺激になりますよね。なかなか決断できないことがありますが、こんな風に気持ちの持ち方一つでこれからの人生が変わるなんて素晴らしいことだと思いました。皆さんも人生の転機になったような出来事や出会いがありましたら、ぜひコメントをお願いします。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。意を決してマッチングアプリに登録した私、正直期待はしていなかったのですが、ピコンピコン、娘からメッセージが届いたのかと思い、確認してみると、それは全くの勘違いでした。〇〇さんがあなたにいいねをしました。スマホの画面にはそう映し出されています。なんと、さっき登録したばっかりなのに、男性から早速アプローチが来ていたのです。それも1件だけではありません。5件、6件、あっという間に10件以上の通知が来ました。どんな方が私に興味を持ってくれたのか、ドキドキしながら見てみると、60代の方が大半で、皆さんちゃんと顔写真付きのプロフィールを設定しています。後ろ姿しか晒していない私は、なんだか申し訳ない気持ちになります。一人ずつプロフィールを見ていくと、定年された方、現役で勤めている方、経営者の方も3人ほどいました。皆さん、とても誠実そうで、マッチングアプリは怪しいという私の偏見はすぐになくなりました。私と同じように、バツイチの方がほとんどで、年齢を重ねるにつれて、人生の伴侶を見つけたいと強く思ったと書かれていました。この年でまた恋人探しなんて恥ずかしいことだと思っていましたが、私だけじゃないんだ、そうわかると、なんだか少しほっとしました。気持ちが軽くなり、操作にも慣れてきた頃、また通知が来ました。どんな方だろう、ドキドキというよりワクワクしながら確認すると、プロフィール写真にハッとしました。私の父にそっくりな男性だったのです。メガネをかけて温厚そうなその笑顔に懐かしい気持ちを呼び起こされました。年齢は私より2つ上でフリーのカメラマンです。私は下手ですが、写真は撮るのも見るのも好きでした。もっとこの方を知りたい。そう感じた私は、こちらからもいいねをつけたのです。いいねが一致すると、メッセージのやり取りができるようです。すると、早速男性から挨拶が来ました。こちらも挨拶を済ませ、他愛のない会話の中で、男性の知的さが随所に伺いました。かつての結婚相手とはまるで違うタイプです。私はどんどん彼に惹かれていきました。まだ出会って数十分、それに直接会ったわけではないのに、私はどこか浮かれていたのです。朝起きてから夜眠るまで、頭の中は男性のことでいっぱいでした。彼とやりとりをしている間も、たくさんの方に興味を示してもらいましたけれど、そちらには見向きもしませんでした。アプリに登録しているのは彼とつながっているため、まさに続婚と言えるでしょう。朝起きて彼におはようのメッセージを送り、一言二言話しただけで、その日一日頑張ろうと活力が湧きます。パートの日は昼休憩にまたメッセージを送るのですが、男性は多忙で返信はすぐに来ません。夜になってやっと返信が来ると、ほっとしていい眠りにつけました。夢の中にまで男性が現れたことも、恋愛とは無縁だし、興味もないとあれほど思っていたのに、この変わりようったら、娘が知ったらきっと茶化すでしょう。でも無理に隠そうとは思いません。きっとこれまで私は男運が悪いと自分に言い聞かせて恋愛から目を背けていたのです。娘を育てる中で男性と交際するなんて不器用な私にはハードルが高すぎますし、だけど今は独り身自由なのです。この男性と縁があるのならば、それを大切にしていきたい。そんな一心でした。見た目は60のおばさん。しかし、中身は恋焦がれる10代の乙女。新たな一面の発見に、自分でもなんだか笑えてきました。
それでも気持ちが若返ったことで、もしかしたら見た目もそれに伴ってくるのではなんて期待をしたり、とにかく楽しい毎日でした。安物の化粧水で済ませていたのをお高めのものでスキンケアに励んだり、すっぴんで出勤が当たり前だったのもしっかりメイクを施すようになりました。その変わりようにはパート仲間も驚いていました。最近いいことあった、すごく色気がある、そんな声をかけられるたびに私の中で自信がつくのです。毎日が生き生きしてきて充実していました。もちろんこれまでも不幸だったわけではありません。毎日パートで汗を流し、たまにご褒美のスイーツを買ったり、そして娘の活躍を聞く日々は幸せそのものでした。そこに男性の存在が加わって、さらに幸せが倍増したというのが正しいでしょう。これもすべて少々強引でおせっかいな娘のおかげです。今度会ったらお礼を伝えないといけないな、そんなことをのんきに考えていたらやってきたのです。突然娘が、手料理を食べさせてあげたいから来るときは事前に言ってと何度もお願いしているのに、いつもこんな調子なんです。普段ならあまり慌てない私も、今回ばかりはそうはいきません。なぜならハイブランドの化粧品たちが部屋中に置いたままだから。勘の鋭い娘です。私が何もかも打ち明ける前に全て察しておちょくってくるのが容易に想像できました。散らかっているから5分だけ待っててと言い終わる前にずかずかと押し入る娘、一体誰に似たのでしょう。こうしてなすすべもなく全てを見られてしまいました。満面の笑みで、いい人ができたんだねと大興奮している娘に私は全て話しました。あんなに拒絶していた私がアプリを使ったとわかると、やるじゃんなんて生意気に背中を叩かれました。それでもまだ男性とはやり取りをするだけで恋仲にあるわけでもありません。というか、このまま曖昧な関係でも正直いいような気がするのです。ちょうどいい距離感を保てたら喧嘩などもしないでしょうし、気楽ですから。私は生身の存在が必要だったのではなく、単に気を許し合える存在が欲しかっただけなのかもしれません。たとえそれが顔の見えない相手でも。娘にそう告げると、ものすごい剣幕で喝を入れられました。相手の男性は有料でアプリを使っているんだから、そんな生半可な気持ちは失礼だとか、人生のパートナーを探している男性にお話し相手として近づき貴重な時間を奪うのはとんでもないことだ、甘すぎる、そう言われたのです。私も思わずハッとしました。一生添い遂げられる相手を真剣に探していると当初男性は言っていました。それに私も同調するように返事をしていたし、男性を期待させるようなことも言った気がします。本気じゃないのなら娘の言う通り身を引くのが筋ですよね。しかし男性のおかげで私の人生は確かに彩りが加わりました。家にいても仕事中でも買い物中だって彼のことを考えています。このことを知ったらさすがの娘も引くでしょう。それくらい私は本気だったのです。娘のおかげでまた新たな気づきがありました。きちんと進展するように男性と向き合うことを約束すると、娘は納得したようで、すっきりした顔で帰ってきました。嵐が過ぎ去ったような疲労を感じていると、男性からメッセージが届きました。その内容はタイムリーにも一度会いたいとのことで、一瞬身構えたものの、私もすぐに快諾します。そしてあっという間に約束の日が訪れ、彼と初対面を果たすべく東京へと向かいました。ご視聴いただきありがとうございました。このももこさんのお話は4夜連続でお届けします。第1話はちょっとおせっかいな娘さんのおかげでマッチングアプリに登録したももこさん、恋する乙女のような気持ちの変化がとても可愛いです。さあ、いよいよ出会いの本番ですね。ももこさんの恋は一体どうなるんでしょうか。この続きは第3話をご視聴くださいね。皆様からのご感想もコメントでお待ちしています。このお話には続きがございます。まだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録して、続きの動画も見ていただけたら嬉しいです。
ここはこうして、男性は優しく手取り足取りリードしてくれます。ちょっと距離が近いかな。気になった時、私が目にしたものは。私はマキコ、65歳です。家族5人で住んでいた我が家に、現在1人で暮らしています。夫は3年前に旅立ってしまい、3人の娘たちはそれぞれ結婚し、子育てや仕事で大忙しです。そんな中、次女が最近になって孫の面倒を見てほしいと頼み込んできました。夫婦共働きで子育ても一緒にやってたようですが、旦那さんが海外出張になったと同時に娘も大事なプロジェクトを任されてしまい、子育てに手が回らず困っていたのです。孫は現在1歳、とても可愛い盛りです。65でパートも辞めた私は暇を持て余していました。可愛い孫と日中いられるなんて嬉しくて娘の頼みを聞き入れました。次女は我が家からほど近い場所に住んでいます。毎朝車でやってきて孫を私に預ける、そして出社する日常が始まりました。孫はよく食べてよく寝る子で体格もかなりがっしりしています。でも3人を育ててきた私です。余裕で孫守りをこなせるだろうと思っていました。しかしそうもいかなかったのです。普段重いものを持つ習慣がない私は、孫をあやそうと抱き上げた瞬間、腰を少し痛めてしまいました。幸い湿布を貼って痛みは和らぎましたが、体力の衰えを痛感しました。初日でこのありさまだとはショックが大きかったです。このままではいけない、そう思い、自発的にウォーキングを始めることにしました。仕事を辞めてからというもの、運動もせず、毎日部屋でゴロゴロしていました。体力もなくなるわけです。音楽を聴きながらモチベーションを上げて歩くのはとても楽しいものでした。この調子で頑張ろうとやる気に満ち溢れていましたが、雨が降ったり、風が強かったり、天気が不安定な日が続き、私はやがてウォーキングをサボりがちになってしまいました。どうしたものかと頭を抱えていた矢先、市の体育館でトレーニング用の器具が利用できると知ったのです。一般のジムとは違い、トレーナーはいませんが、市のスタッフもいるそうです。車を運転できないのでバスの乗り換えが不便ですが、使用料も安いし、何より天候に左右されずに体を鍛えることができるのがありがたいと思いました。早速見学に行くと、私と同年代であろう男女が多く利用していました。年寄りの集まりなんて雰囲気ではなくて、皆さんはつらつとしていて元気がみなぎっています。それでいて互いにサポートし合いながら和気あいあいとした雰囲気もあり、とても印象がいいものでした。次女は忙しいにもかかわらず、いつも私の調子を欠かさず聞いてくれます。それで私はトレーニングを始めようとしていると打ち明けました。彼女の反応はとても肯定的で、他人と交流の少ない私にとってうってつけの場所だと背中を押してくれました。体も鍛えられて、ついでに綺麗になるかもよと調子のいいことを次女は言いますが、単純な私はそんなおだてに気をよくし、トレーニングを始めようと決意しました。しかし、平日は子守りで、土日はトレーニングです。一気に忙しくなるな、と不安もありました。そんな時、次女がとても素敵なトレーニングウェアをプレゼントしてくれたのです。色は鮮やかなショッキングピンクでした。ありがたいけど、少し派手すぎない?ためらう私に娘が言ったのは、こんな鮮やかな恋を見つけてよ、でした。恋なんてとてもありえない。そう思ったものの、ピンク効果は私のモチベーションをぐんと上げて、ワクワク感が高まってきました。そして土曜日、待ちに待ったトレーニングジムデビューです。ショッキングピンクのウェアは少し慣れたら着ようと思い、今日は昔のくすんだウェアです。体育館の開館と同時に中へ入ると、土曜日にもかかわらず人はまばらでした。若者がバスケやバレエを楽しんでいる中、トレーニング器具の前でうろうろする私。初めて見る器具ばかりで触るのもおっかない。年配のスタッフらしき人がいたので
使い方を教えてくださいと声をかけたら、わかりませんと一言。鍵の管理と清掃が主な仕事だそうです。困りましたが仕方ありません。とりあえず準備運動を済ませようと荷物を置きに行くと、一人の男性がこちらに向かってやってきました。とても背の高いがっしりした体型。若く見えるものの白髪なこともあり、雰囲気的に同い年くらいでしょうか。それにしてもよく鍛えられているな、なんて感心していると、ご丁寧に自己紹介をしてくださいました。私も慌てて自己紹介をしました。初めてですか?と聞かれたので、うなずくと、それは困ったでしょう。僕でよければ教えますよ。その言葉に飛びつきました。器具が使えなければ諦めて帰ろうかと思っていたのです。男性は丁寧に器具の説明を始めました。おかげで未知のものに見えていた器具たちが一気に親しみやすくなりました。慌ててメモに書き写す私を見て、男性が優しく微笑んでくれました。その後は準備運動まで指導してくれて、早速初心者におすすめの器具から試すことに。どうやら男性がサポートしてくれるようです。至れり尽くせりに恐縮しながらも、私はお言葉に甘えることにしました。男性は前方にしゃがみ込んで、私の足をひょいと持つと重りをつけました。その大きくてたくましい背中、そして腕、お腹も出ていないし、思わず見とれてしまいます。それに先ほど彼につかまれた私の足、感触が残っています。参った。心臓がバクバクしてきました。この男性は食生活もきっちり管理されているのでしょう。よくできた奥さんがいるに決まっています。私ももっと夫の健康を考えてあげていたら、一人になるのはもう少し先だったかもしれません。少し感傷的にそんなことを考えていると、私をじっと見つめる男性の視線に気づきました。男性の時間を奪ってしまい申し訳ない。慌ててそう告げると、彼は爽やかな笑顔で、教えるのも大好きだから気にしないで、と一言。体型も人柄もパーフェクトでした。非の打ち所がないとは、まさに彼のような人を指すのでしょうか。男性のリードでいよいよトレーニング器具を使ってみることに。コツやポイントをそれこそ手取り足取り丁寧に教えてもらって、意外と自分でもできそうでほっとしました。ただ、決して嫌ではありませんが、少し男性のスキンシップが近いかな、と気にし始めた矢先、何か視線を感じました。思わずそちらを振り返ると、私と同年代ほどの女性たちが睨むように見ています。次の瞬間、賑やかな声を響かせて、一塊になってこちらに向かって歩いてきました。彼女たちもここの常連だと男性から聞いて少し驚いてしまいました。なぜなら見学した際の女性たちとはまるで系統が違ったからです。見学した時の女性たちはみんなトレーニングウェアをかっこよく着こなし、輝く汗を流していました。しかし今目の前にいる女性たちはトレーニングウェアというよりも胸元が大きく開いた、そう、濃厚なダンス衣装のようなかなり攻めた服装でした。化粧は濃いめで香水の香りもブンブンします。この格好で彼女たちはトレーニングを。曜日によって来る人がこんなに違うとは、人を見た目で判断してはいけませんが、お友達にはなれないなと直感しました。それでも今後毎週末に顔を合わせることになります。笑顔で挨拶をしたところ、女性たちは私に目もくれず、男性のもとへと手を振りながら向かったのです。無視された?なぜ?軽いショックを受けた私は、引きつった笑顔のまま、その場に立ち尽くしました。私のトレーニングデビュー初日でしたが、なんだか辛くなりました。ご視聴いただきありがとうございました。このマキコさんのお話は3夜連続でお届けします。実は私も数ヶ月前からジムに通い始めました。
シニア世代にとってジムは体力づくりに最高ですよね。ただ人が苦手な私は挨拶されるたんびにビビっています。皆様のジム体験や新しく挑戦したエピソードなど教えてくださいね。さて、マキコさんも張り切って始めましたが、初日から怪しげな雰囲気、果たしてどうなるんでしょう。ぜひ第2話をご視聴ください。マキコさんのお話の感想もお待ちしております。このお話には続きがございます。まだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録して、続きの動画も見ていただけたら嬉しいです。